あと皆さんこんにちは。今日はですね、業務スーパーでひまわりの種を買ってきました。中華系の方はですね、ひまわりの種をよく食べる習慣があるっていうのはご存知だと思います。で、私もですね、美味しいとは思えないんですけど、どんなものなのかなと、世界でね大量に食べられてるわけですし、どんなもんかなということで今日は買ってみました。業務スーパーで4種類あるんですね、合計。こっちの緑と赤のパッケージのものと、緑と青のもので、緑と青のものがちょっとあっちの方が割高なんですよね。で、味が、ココナッツとかくるみの味付けになって多分味で言ったらあっちの方が美味しいのかなっていう気がします。ただこっちの方が、コスパというか量に対して価格が安いで、味が本格中華味なんですよ。多分中国直輸入、原産国中国ってあったんですね。食塩八角っていうことで、もう本場の味ということなんですよ。ですから本場の味を知りたいと、日本人向けのものじゃなくどういうのを食べてるのかなっていうことで買ってきました。気になるのが甘味料でこのスクラロースを使ってるっていうのが気になるんですが、他はいいでしょう。ちょっと開けただけですぐにこんな感じ。召し上がり方、縦にしたひまわりの種を親指と人差し指で潰います。丸い方を下に、尖った方を上に。種を縦向きに口に入れ、先端を軽く一回噛み、うん、割れた。次に種の根元部分を噛んで殻を割ります。殻から中身を取り出し召し上がりください。殻は必ず取ってから召し上がりください。すごい簡単に剥けた。こんな感じになってます。殻とひまわりの種。ピーナッツだね。もう単純に味はピーナッツと梅干しの種の中間の味がします。わかりやすく言うと、僕が知ってるナッツの中で言ったら、本当はもっとマッチするものがあるんでしょうけど、自分がわかる範囲で言うと、ピーナッツと梅干しの種、梅干しの種の中身食べたことあります？小粒のやつ、あれの味、どっちかっていうと梅干しの種に近いかもしれない。ここでですね、極まったらどういうふうに食べていくかっていうのを、憶測も含めてですけど紹介していきます。これが、縦になった状態ですね。で、この頭が、ここにあると思ってください。これ歯ですね、前歯、これで言ったらこの頭が、ここだと思ってください。で、噛むんですが、最初のファーストバイトは歯はですね、こう垂直じゃなくって、これ前歯だと思ってください。これ上前歯、下前歯で、この面で当たるようにして気持ちね、噛んでると思います。というのも、こういう状態で噛んじゃうと割れるんじゃなくって、ここが削れちゃうんですよ。ただ単純に削れちゃう。理想は綺麗に4等分、殻が4等分にしたいんですよ。なので、こうちょっと前歯をですね、前後ずらして面で当たるようにして割ると、歯をですねちょっと気持ちスライドさせてます。2回目、なぜか、これひまわりの種だとして、これが今外側をというか、手前側を取った状態ですね。で、これオレンジ色が種で、これが、種の内側が映ってる状態ですね。で、元に戻します。これでですね、歯をですね気持ち回転させることによって、割りつつ、ちょっとね分かりづらいかもしれませんけど、こんな感じで綺麗に、これ大事なのは綺麗に4分割するですよ。歯と手のバランスが難しいんですけど、手もひねるんですよ。で、手もひねりつつグッと持ちすぎちゃうと、この殻がばらけない。だから非常に難しい塩梅なんですけど、歯でひねり、歯はちょっとですね、手の方が大きいから、なかなかそこのね塩梅がちょっと、やってみないとわかんないと思うんですけど、やっていくうちにできるようになると思いますよ。手と歯でねじると。で、お尻側も
この指のつかみ方が、あ、つかみ具合がね、まあ、慣れていかないと難しいと思うんですけど、こんな感じでやるわけなんですよ。で、種だけポロって落とすっていうね、感じなんですよ。だから、本当はもう慣れてる中国人の方だと、2回目を割った時点でもう、ほとんど割れたと同時に、もう殻がパラってばらけてるんで、種だけ口の中に落とせるんですよね。私はまだそこまで上手じゃないんで、こう手でひねって、手でちょっとグリグリってやったり、それでもわかんない場合は、こうベロで、こう触るんですよね、ここら辺を。そうすると種が分かるんで種を抜くっていう感じになってます。とにかく大事なのはこう4分割する、綺麗に4分割する、歯と手を使って、こうこれね、聞いてると難しく感じるかもしれませんけど、あのもう一袋開ける頃にはですね、あの結構ねできるようになると思います。で、いきなりこれはできないんで、本当の最初の最初向けのやり方をちょっと説明します。あの食べ方っていうか、まあ、そうそう、食べ方論理的に説明すると、まずこう口の中で割るじゃないですか。で、口の中で割った時にできれば殻はこういう形で口の中で、ああ割った時にできれば4分割されてるのが一番いいんですね。で、4分割されて歯で噛むんですよ。歯でグッて噛んだ時に身があるところは当然熱くなるんでしっかりロックされるんですけど、身がないところは当然殻しかないんでスルッて抜けるんですよ。だから口の中でパキッて割って歯で噛んでスルッて抜ける殻だけ4分の2だけ抜く。で、こうなると口の中にもう2つの殻と種だけなんで舌で感知できるんですよ。だからこれだけつまんで殻を2つ抜くと、そうすると食べれるというか種だけ残る。割って4分割して歯で噛む、横から見るとこう歯で噛む、噛むと殻だけこう、今一部身がついてきましたけど、殻だけこう抜けるんですよ。4分の2が。大体。で、これだけ残るから、あとは、種だけ残して、取れると。そういう感じで食べます。まあ、そこそこ食べたんですけど、絶対粉が出ますね。うん。汚れる。欠点を言うと、まあ、汚れます。で、これが、当然テーブルじゃなくって口の中でも発生して、それが気管の方まで行くんですよ。だから咳込んじゃったりする、風邪の症状みたいな感じで咳が出たり、あとはこの八角のこの甘い香り、やっぱ結局八角の香りはしますね。八角のこの甘い香りがですね、いっぱい食べてるとちょっと不快になってきます。だ、今ちょっとね、最初の美味しさを感じない、もう八角の匂いがちょっと嫌になっちゃって、八角の香りプラスこの喉の意外が、八角はねこれ買わない方がいいかな。オリジナルか、あるいはあのココナッツくるみ、くるみの方が美味しいと思うな。多分くるみが美味しいと思います。ちょっとね、あのいっぱい食べると喉が痛くなったり、八角の匂いが気持ち悪くなったりします。そういう欠点あります。